歩くということは、2本の足を交互に前に出すということ。歩くということは、一歩ずつ歩みを進めるたびに景色が変わるということ。歩くということは、大地からの声を足裏に感じるということ。歩くということは、鳥の声や川のせせらぎを間近に聞くということ。歩くということは、空気の肌触りを感じるということ。